皆さんおはようございます。ミジャーです。全国40カ所手すりを巡る旅の第27弾目ですね。今回はですね、IR 石川鉄道ですね。これについてお届けしたいと思います。この栗原駅と、金沢駅ですね。これを結ぶちょっと短めの路線なんですけども、これについてお届けしたいと思います。初心者レッスン。IR 石川鉄道は石川県の中央部を走る第三セクター鉄道です。石川県河北郡津幡町の栗原駅から金沢駅までを結ぶ総延長 17.8km の IR 石川鉄道線を運営しています。もともとは JR 西日本の北陸本線の一部として運営されていましたが、2015年3月14日に北陸新幹線が開業したことにより、現在の IR 石川鉄道に転換されました。社名は一般公募にて選出され、IR は石川レールウェイの頭文字であり、県民に親しまれる IR 鉄道を目指すという思いが込められています。なお、金沢駅から西側の区間は、現在 JR 北陸本線となっていますが、北陸新幹線が2024年に敦賀駅まで開業した後は、大正寺駅を含む 51.5km の区間が IR 石川鉄道線へ転換されることが決定しています。そんな IR 石川鉄道の鉄印の基調ができる駅は金沢駅、津幡駅の2駅、金沢駅構内の IR お客様カウンターまたは津幡駅窓口にて午前10時から午後5時までの受付となっています。ただし鉄印帳の販売は金沢駅のみとなっていますので注意しましょう。でこの栗原駅からですね、栗原合戦だっけ、ね、こちらで有名な場所ではあるんですけども、この駅の周りは特に何もないって感じですね。では行ってみましょう。どうぞ。石川県と富山県の県境にある栗原峠、その石川県側の麓にある栗原駅、この駅より IR 石川鉄道が始まります。砺波山と呼ばれる県境の麓の駅ということもあり、周辺は山とちょっとした民家が広がるばかり。駅近辺は特にこれといった特徴のない場所にも思えますが、駅南東の山頂部には1300年という歴史を持つ栗原不動寺があることで知られています。養老2年、中国より渡来したインドの高僧禅武院三蔵法師が栗原不動明王の姿を彫刻した尊像を元正天皇の直眼により奉安されたことが始まりとされています。地名にもなっている栗原とは、剣に黒竜が巻きついたお姿のお不動様と意訳された竜王の名前グクロを意味するインドの古典サンスクリット語のクリカーに由来します。境内で販売されている栗からそばもおすすめです。また栗から峠は平安時代末期の1183年、源氏と平家が攻防の明暗を分けた栗から源平合戦の舞台となったことでも知られています。特に松明を牛の角にくくりつけて敵陣に放つという戦法で木曽義仲率いる源氏軍を勝利に導いた火牛の経緯が有名です。この奇襲により1万8000余りの平家軍は次々と陣馬もろとも崖に落とされ、合戦後多くの白骨が散らばっていることから地獄谷と呼ばれるようになります。優雅な景色の中に壮大な歴史が積み上げられています。
早速の寄り道紹介となりましたが、そんな歴史ある栗からより今回の IR 石川鉄道線の旅を始めます。栗倉駅から東側は前回お届けした愛の風富山鉄道の路線。この栗倉駅を区切りに IR 石川鉄道線となりますが、金沢駅から富山駅間は相互乗り入れを実施しているため、この栗倉駅で乗り換える必要はありません。そして栗倉駅を出発します。しばらく山間部ののどかな風景の中を走っていきます。栗倉駅からおよそ5分、津幡駅に到着します。津幡駅は JR 七尾線の接続駅でもあり、この駅から能登方面へ乗り換えることができます。この津幡駅をはじめ津幡町ではあちこちで犬の置物を見かけることができます。町を洪水から救った忠犬伝説で知られる津幡町、1944年の大雨の日、一匹の犬が水浸しになった畑に向かって吠えることで近くの堤が決壊しかかっていることに住民が気づき、急いで土のうを積むことで水害を防ぐことができました。その堤には古くから不動明王を祀ってあり、もしかしたら犬に姿を変えて住民たちに危険を知らせてくれたのではないか、そんな伝説のある町です。そして津幡駅を出発します。津幡駅あたりから景色が次第に賑やかになっていきます。金沢駅に向けてどんどん進んでいきます。津幡駅からおよそ4分で次の森本駅に到着します。森駅という愛称で親しまれている森本駅、この駅から石川県の中心金沢市となります。駅のすぐ上側には北陸新幹線の高架橋がかかっています。駅前の広場ではケイトラ市と呼ばれる朝市の準備が進められていました。定期的に開催されている朝市で採れたての野菜や果物、雑貨などの販売が行われ、野外ライブも催されます。津幡駅から金沢駅までの区間はJR 七尾線も乗り入れていますので、本数も少し増えて移動しやすくなります。そして森本駅を出発します。森本駅からおよそ4分で東金沢駅に到着します。金沢の中心街から外れた場所にあるものの、駅周辺の商業施設や住宅地の開発が進んでおり、利用者数は年々増加傾向にあります。現在でこそ住宅地が広がる駅周辺ですが、かつては加賀レンコンの畑が一面に広がっていたようです。小坂レンコンという別名もあり、小坂町という地区名のつく東金沢駅周辺こそ小坂レンコンのふるさとと言えるのです。
早くも次が終点の金沢です。そして IR 石川鉄道線最後の移動を始めます。東金沢駅から4分、ついに終点の金沢駅に到着します。 IR 石川鉄道、北陸新幹線、 JR 北陸本線、そして北陸鉄道が乗り入れる石川県最大のターミナル駅。能楽の鼓をイメージした鼓門、ガラス張りのもてなしドームと非常に独特の建築美が楽しめる駅であり、2011年アメリカの旅行雑誌トラベルレジャーのウェブ版で世界で最も美しい駅の一つに選定されました。そんな金沢駅にて IR 石川鉄道の鉄印を入手します。受付時間の確認もお忘れなく。では気を取り直してトライアゲイン。鉄印の記帳をお願いしたいんですけども、ということで無事ゲットできました。IR 石川鉄道の鉄印です。 IR という言葉も掛け合わせた IR 石川鉄道、シンプルですっきりとしたデザインの鉄印となっています。金沢に来たらぜひ観光を楽しんでみましょう。兼六園や東茶屋町、金沢城公園などなど紹介しきれないほどに見どころが満載です。四季それぞれに美しさがありますが、特に桜が咲き誇る春、紅葉が彩りを添える秋がおすすめです。ちなみに全くの余談ですが、金沢の街を褒める際、小京都という言葉は使わない方が無難です。京都に似た街並みや佇まいがある都市が加盟し、加盟都市は小京都と称することが許される全国京都会議。金沢は1985年の発足時は加盟していましたが、2008年に退会しました。退会理由については様々あるようですが、何よりも金沢という唯一無二の独自文化の発展に舵を切ったことが大きいと言えるでしょう。長町武家屋敷をはじめとする近世の建築物、金沢21世紀美術館や鈴木大拙館などの現代建築物が点在し、独自の美しい建築文化が育まれている金沢の街に魅了されてみましょう。冒頭でも紹介したように、北陸新幹線が2024年に敦賀駅まで延伸開業すると、同駅までの JR 北陸本線が第三セクター鉄道化されることになっており、大正寺駅を含む 51.5km の区間が
IR 石川鉄道に転換される予定となっています。大阪名古屋方面から金沢までを結ぶ在来線特急列車も敦賀止まりとなってしまい、 IR 石川鉄道は新幹線延伸後10年間で87億円の経営赤字に陥るとの試算が出されています。赤字を運賃の引き上げで補う場合、現在の JR 西日本の運賃から 1.46 倍の値上げが必要とされており、この値上げを極力避けるためにも国や JR 自治体からの支援体制の構築が必須となります。便利になっていく一方で、その代償を支払わされるものがある。この動画をご覧の皆様もぜひ鉄印を入手しながら三石鉄道での旅を楽しみましょう。旅の楽しみがそのまま鉄道会社への支援となります。はい、というわけで全国40カ所鉄印をめぐる旅の第27弾ですね。 IR 石川鉄道についてお届けいたしました。まあ、たった6駅しかないあっという間の区間ではあったんですけども、まあ、その分金沢が結構魅力的な場所なんでですね、すごい、うん、ちょっと金沢についてもいろいろまとめてますので、ぜひご覧になった曲見てくださいね。ではまた次回お会いいたしましょう。鉄印をめぐる旅シリーズ、次回第28回目は能登鉄道編、12月中旬頃お届けの予定。どうぞお楽しみに。